はい、こんにちは、えー。今回ですね、あの、次回が、まあ、帝国ホテルと、あの、京都の講演会ですね。この二つの、えー、講演会場ではテーマがあります。まあ、それは、まあ、あオン菩薩が、まあ、実況をもらってビッグバンを起こして、そして、えー、っと、まあ、とある三次元世界に来ましたと。まあ、その時に、えー、まあ、彼は、マッポの座に生まれますと。そうそうその、まあ、2500年ぐらい前の西方の時期。 の如来がの教えにまあ、そこには、ビッグバンがなんで起こるかの指紋が書いてありますと。まあ、それを理解するためには最初に、まあ、多方如来の遺骨の全体像をよくお見せくださいっていうふうに言いましたと。まあ、それは誰に言ったかったら、まあ、このセホの如来の、えー、この中で解く虚空会ですね。お釈迦様が、まあ、この中では虚空会を開いていますと。 そうそう、その虚空会で、法華経が解かれていると、その上に、他方刀が来ますと。えー、その他法刀っていうのは、お釈迦様の、お釈迦様の本物の法華経を解くときに、えー、塔が立ちますと。そうすると、その刀の、とは何かっていう。その刀っていうのは、お釈迦様から、まあ、獣器をもらった弟子たちがいますね。え霊、ー、高山ですね。はい。まあ、そこから、えー、っと、まあ、獣器をもらったんで、まあ、彼らは獣器をもらったな えー、おさかさがめる三次元世界の、えー、っと、流樹船、グリッドから流樹船ではなくて、それは宇宙が始まるの真空の中なんですよ。まあその一つの極曲がですね、そこから儒教をもらった菩薩たちが、まあさらに、えー、っと、他の世界に如来になって、そしてさらに、えー、そこから儒教をもらった菩薩たちが、他の世界に如来になって、如来になってその如来の全てが、えー、っと、えー、各世界で儒教を授け終わって、そして、 それが、えー、他方との中に、いますと。そのすべての如来がですね。えー、樹を授けわって、入滅した如来の集合体が、えー、他方とですね。だけど、それはお釈迦様を中心とした儒教から生まれて、生まれて、生まれた如来たちのすべて。それはユーズムゲの世界。で、それは他方との中にある、一つのユーズムゲの世界が、えー、他方との中に、入ったってだけで、さらに実は、こことは、えー、っと、まあ、繋がってるんですよ。まあ、他の一人の如来もまた、 呪気を授けると、そこからさらに、ゆずめの世界に生まれて、そこからさらゆずむがゆず,ゆずむって、そのまた、如来のゆずめの世界も、タ方ートの中に入っていると。まあ、それはですから、考えられないような、人間の型の、えー、如来ではない生命体たち、まあ、それどころか、意識があるもの、意識のないもの、え、乱性のもの、体性のもの、まあ、さらに、湿気から生まれたもの、湿気から生まれたもの、まあ、さらに、人間という形態からは想像できないような、様々な如来も、宇宙の果てには、想像世界の果てにはいますと。 その如来たちが、す、え、べ、ー、て、えー、樹を授け終わって、他方塔の中に、えー、樹を授け終わった如来の遺骨になってあると。まあ、これが、えー、ミヨン菩薩が見たかった、えー、多方島の中の如来の遺骨の全体像をよくお見せるださいの全体像なんですよ。それはですから、この、創造世界そのもののすべての如来たちが、もう、いろんな、想像できる犬の如来、まあ、豚の如来、 えーっと、もう、携帯のあるなあ、はい、携帯のいないにあまあ三次元というよりも三次元もっていう意識もフレームも当てはまらないに来がたくさんいます。それがすべて、えー、時期を授け終って、タボートの中に入った入滅した。状態がこれが完全な対称性の状態。まあ対称性の状態っていうと、まあこの人を思い出すね、ます、あ、ね。はい。まあこの人、南部さんですね。あれ、どっか行っちゃったかな、これ。 対称性の状態ですと。これが完全な対称性の状態であって、これが完成した宇宙であって、これが仏法素の仏っていうふうに言いましたと。じゃあ、入滅したすべての如来が、えー、の遺骨があるってことは、受、え、教、ー、を授け終わって入滅したすべての如来の遺骨が、えー、この十二次元の多房島の対象性の死肉の中にあるってことは、えー、その過去には、受、えー、気を授けてる 始まりを作ってる、えー、瞬間があるってことですね。そこから、無限の三次元世界が、無限に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 比べて、その一つ一つの三次元世界っていうのから、えー、っと、まあ、三次元、四次元、五次元、六次元、七次元、八次元、九次元、十次元、十一次元っていう十一層作りになって、その十二次元が何もないシンクで、これが、えー、多方とですね。はい。で、 えー、物。そして法の始まり、法則性の始まりっていうのが、磁気を授けることで、そこから、まあ、ビッグバンを起こした、ポサたちが、まあ、無限にいますと。無限のねらいたちが、えー、一つの場において、磁気を授ける、たくさんの無限の三次元が生まれましたと。はい。で、これが、何もない真空の中にある、えー、っと、誕生と、そして維持されている、えー、空間的な世界。えー、そしてさらにそこから無限に発生している平行宇宙。 まあ、さらに、えー、それを生み出す、えー、曲が始まり、そして三次元世界が維持、そして、えー、完成ですね。これが真空の中にある誕生と維持と消滅の三作用。えー、何もしないシンクは誕生と維持と消滅の三作用によってできているっていうふうによく言いますね。誕生と維持と消滅、誕生と維持と消滅。維、ま、持、あ、っていうのは一つ一つの空間が維持されているってことで、 ま、その空間から見ると、なんでこの三次元が生まれたんだろうっていう。三次元世界が生まれる前の138億年前の、この、爆弾の三次元であれば、138億年前の、その、前には何があったの何もないと。じゃあそこは何だったのかっていうと、まあ、そこでは、まあ、他で時期をもらった、えー、菩薩が三次元に行って、そして弟子たちを下脱させて、これを読んで三次元に行って下脱させて、そして曲が連れて、時期を授けてるっていう、その、場があったと。 そこの場から、授業を授けてもらった自分が、ビッグマンを起こして、この三次元世界のマップの世界に来て、この文明のマップの世界に来て、生後にはこの如来が、お釈迦様が教えを説いてこの中で、釈迦如来は、えっと、教訓開いて、教えを説いているわけですね。この中で。ですから、この、えー、授業をもらった明星さん、これを読んで、この中にいる釈迦如来に、釈迦如来はよく、えー、私たちに、他方塔の中にある遺骨の全体図をお見せくださいっていうと。 それは遺骨の全体像を見るってことは、す、え、べ、ー、ての生きと生ける如来が三次元で、えー、樹を授けるにあると。そこから生まれたもうすべての如来が、この遺骨との中、タオル等の遺骨の中に入って、す、え、べ、ー、て入院とした、えー、遺骨入ってると。これが如来の全体像で、お釈迦様からもら、樹木をもらった、えー、菩薩たちも如来になって、さらにそこから如来も生まれてるんですけど、まあそれは憂鬱の世界で、 他方との中の一角に過ぎないと。まあ、他の如来たちからもさらにユーの,の,の,の世界が、全てのユーズメの世界が他方との中に入っていると。そしてお釈迦様は住居を授け終わったんで、じゃあそろそろ俺も入滅しようかっていうと、他、えー、方との扉を開けてその中に入ると、えー、全ての如来たちの遺骨の中の、えー、さらにユーめの遺骨と、遺骨の集合体としてお釈様様に加わると。そうすると、全ての遺骨もまた揃いますと。 ですから、この三次元世界に生まれてきた明菩薩は、この中にいるお釈迦様からその教えを受けると。遺骨の、タ方ニャる遺骨の全体像、そしてその全ての遺骨の全体に入っている野たちというのは、過去に、えー、時期を授け終わって入滅して、始まりを無限に作ってると。そしてその三次元世界には、みんな菩薩がいて、その三次元世界にみんなこれがあって、これを読むと、えー、この中でみんな如来たちが、えー、っと、時期を、曲側に置いて時期を授けるっていうのがわかりますと。はい。 そして、これがそのまま、法華経に書いてあることが、多方刀によって、えー、全体がまとめられる。すべての三次元世界にある、えー、っと、如来たちの極右解が一つの場においてなされていて、そのすべての、えぇ、ー、授業された如来の集合体が、遺骨の集合体が多方刀であると。これが、えー、っと、多方如来の遺骨の全体なんですよ。はい。わかったでしょうか。はい。まあ、 それがこれ整理されて、11章を読むと、5つに分かれて書いてあるんですね。えー、っと。まあ、この中で、お釈迦様は法華経を説くと、まあ、融通無限の世界が完成するために、この大きな法刀の中には、如来の体が1個にされて暗示されている1番目の文字ですね。これは、かの如来の塔であり、かの如来がこういうふういふに不たんですよ。過法や千万百億、十万という無数の世界を超えた下に、ラトラビシュッタという世界があると。まあ、法上。 無限の三次元世界があって、そこは豊上、宝が生まれる世界であって、そこには如来がいて、まあそこで弟子を取って曲家に連れてって、そして時期を授けて、その豊上世界ってのは三次元にはたくさんあると。そこでは他方という完全に差別の世如来がいたと。まあその各世界には、法華経があって、その中には他方如来が全部いたと。各世界にある法華経の中には他方如来がいたと。 えー、完全に先ほした如来がいたと。この尊き如来は前世にこのような性が思ったと。えー、要はかつて前世に救護者の修行を収めていたのは旧教書を見せたところ、脱獄した白と聞くまではこのような感じだったです。つまり、三次元生涯いっぱいあったその中で、如来が法華経、虚空会で時期を授けてますと。本物の法華経を説いてますと。そうするとその上に、いろんなところにいる、えー、ところに多方刀があると。その多方刀っていうのは、別々なものではなくて、実は一つも、 全創造世界の頂点にある真空であ,あると。で、そこにすべての、魔法如来の、えー、如来たちから、えぇ、ー、器をもらった、えー、と菩薩たちも如来になったそのすべてが、の遺骨が入ってると。そしてその、儒器を授かった如来たちの遺骨のすべてが入ってるから、えー、その中心には始まりを作る獣器があると、すべてになるんですね。はい。で、この三次元世界に来ると、その、 えっと、遺骨とも中の無限の如来の遺骨の中の、まあ、ゆずめの部分を作って、受形を授けて作っているシャーカム如来やいろんな如来の、えー、お話が聞けて、ポケクが聞けて、その上には完全なる全ての如来の遺骨の仕体があると。受形を授け終わった如来の遺骨の仕体があると。はい。ですから、この三次元世界に来ることによって、そして、お釈迦様はゆずめの世界を完成させることによって、 で扉を開けてその封筒の中に入ってしまうけど、それは、えっ、ー、と、ゆずめの世界の一部でしかないと。他にもいっぱいゆずめの世界がその中に入っていて、そのすべての如来の遺骨の集合体。それは時期を授け終わった如来の遺骨の集合体ですね。これが如来の遺骨のすべ、えー、てなんですよ。これをよくお見せくださいって言ってるんですよ。ですから、塔を開けて、その中をお見せくださいと。そうするとすべてのゆずめの世界の如来の、えー、と遺骨の集合体がそこにあるっていう。 こういうことですね。はい。えー、そして2番目の文、文書は、いわばかつて前世で救法者の信用を収めていたが、まあその他方等が喋りますと、いわば、呪をもらって、各世界に行って、菩薩の修行をしていたが、この正しい星の白蓮を読んで、そしてそれを理解して、えー、っと、呪気を授け終わって、この上ない完全な創に到達した。この正しい星の発表を強制していたのちに、いうのはこの上ない完全な創に完全に達成したと。それは、各世界の如来たちが儒教を授け終わって、そして、 入滅してて完全ににそのの教えをここ中に解きを解いたっていうことで、すねで3番目の文章が、えー、っと、大行説よ。えー、他方如来は入滅の折に神、魔、天使、サモン、バルモンなどと一緒に世間の人々の前でこのように告げたと。世が入滅した時に如来の全身のために一つの大法塔を混立しろと。まあ、各世界に如来たちは入滅した時に磁気を授けたと。それは各世界に菩薩たちを行って、そして、その世界に で、この法華経を見つけて、<coughs> <coughs> 大宝刀を根虚しろと。それは獣器を授けろいうことなんですよ、えー。その世界にいる弟子たちを下脱させて極限して獣器を授けろと。またその他の党が世のために根虚されるべき、獣を授ける、さらに、えー、その、たちも、からも党を根虚させろっていうことですね。はい。えー、そして、 四番目のその、10本を受けるすべての嘘が異常にぶ国こくだれ、このタラシオちゃん100年と聞こえた時がさらず、そこに世の全身の党が出現せよ。もろもろ尊きほどけさに言って、このタラシオちゃん100年と聞こえた時、集まった会社の一部分で、またそこら辺たる。ただし、世の全身の党は彼らに称賛の声があまあ、各世界に女来がいて、その法華経の中で、熟気がさつけられるとその上に、みんな多方刀が現れると。そしてそのすべての、えー、如来が混入した多方刀が、一つの、 多オウになって、その中には住居を授かったすべての女来の遺骨の集合体が入っていると。これは部分部分なんですよ。ユーズメの世界って部分部分なんですよ。各世界の女来が住居を授けるっていうのは、はい。こういうことですね。で、5番目が。えー、それにこの多オウ女来の遺骨を祀るというのはフロッで、このダチョウザンアクレンという教説をとヨガトイテル、このザブタカジムが出演して、ジョークニョーザンの詳細をご聞かせると子孫。私どもは、れぞれの遺骨に女来の全身を見ることができますと。 せずに、私どもは、多方如来の、お釈迦様の移行によって、多方如来の全身を見ることができますと。ここですね。明オ菩薩は、多方如来の遺骨の全体をよく見せくださいと。まあ、各世界如来、このシャーカム如来の移行によって、多方如来の全身を見ることができるっていう、各、ライタの泉の世界が集合したその多方如来の全身を見ることができますと。まあ、この時点で、明オ菩薩はこの中にある。 他方と見ることによって、その中に扉を開けて入った、ゆずめの世界の、シャの如来、さらにいろんなゆずめの世界を作った如来たちの全身を見ることができたっていうことを、えー、っと、4番目の文章で言ってますね。で、5番目の文章はですね、まあ、他方如来には重大な生涯があったと。この仏国徒において、尊き仏だし、私をしゃ百年ていくことは、その世の全身を祀った、そのたらした共通記録の如来の,の,のそばに行きたいと。まあ、ですから各世界に如来たちは、その教えの中で、 多方塔を出現させると本物の教えを解いてですね。はい。世の全身の塔を開いて世主の怪収たちに見せろと。世の、その各如来たちは、この扉を開いて、全身を、全身をですね、死守の回収たちに見せろと。その全身ですね、多方塔の全身を扉を開けて見せてますね、お釈迦様がちゃんと。で、十方におけるそれぞれの仏国土において世の体から作られた如来の分身がそれぞれ異なるので、 それぞれの仏国のやられた人々の教えを説いていても、それら文身を一緒に集めて、その地にの全集を祀ると、ややて四章を回収に見せろと。まあ、お釈迦様から生まれた弟子たちが、授機をもらった弟子たち、さらにそこから、さらに授機をもらった。そのすべてがユーズムだと。その分身、そしてお釈迦様の、から、えー、生まれている、その分、お釈迦様じゃある分身、それからも授機が授けられて、その文身のすべてを集めて、死死の回収に見せろと。 そしてそのすべてが集まったものが、ゆずめの世界で、そのゆずむが無限に、如来たちから生まれて、そのゆずめの世界の仕事体が、他方島の中にある遺骨の全体像であるっていうことですね。この遺骨の全体像を示すことによって、まあ、時期始まりからどのぐらいの世界が、ゆずめの世界がどのぐらい生まれてるのかっていうのを、お客様は言ってるわけですね。はい。で、その、光景を読むためには三次元世界に来なくちゃ、他方如来の遺骨の全身は見れないと。 この中で各如来は、えー、寿を、保険業を解いて、寿記を授けて、そして他号とを呼び、呼び込んでいると。で、その集合体が、全身ということですね。はい。まあ、それは十本におそれの仏教のある生き生の世界において一つの教えを解いて、それが全てここに集まってくると。はい。エ、え、イ、ー、シゾン。ともあれ、如来が作られた如来の分身の全てを私どもは拝みましょうと。その時、まあ、女来が作られた如来の分身の全て、お釈迦様の、 が作られた如来の分身のすべてを私を拝みましょうと。お釈迦様からの分身、平行中のお釈迦様の分身、さらにそこから樹木をもらったすべての弟子たちが樹木、えー、をさらにあちこちで授けて、そこから生まれた如来たち、その全身ですね。はい。それを、が、さらには、入滅して、多方と中にあると。そのすべての、いろんな如来たちの、えー、ゆずめの世界がその中に集合して、その如来たちが全部遺骨になって樹木をさせたといになって。 たなるの全身ですね、これがですね、はい。まあ、こういうことですね。ですから、皆さんも、まあ、生まれ変わって、そこに法華経が必ずあるので、その中では、その世界に如来が、弟子たちを取ったり、やらさせて、極が一緒に出て、そこで、住居を授けた。そして、その如来自身も、無限の分身を持っていて、それらも全て宗教を授けた。そこから <laughs>、 僕が住めて、さらに、そこからどんどんの受教先に、如来が生まれて、如来が生まれて、来来がが生生ままれれそのような湯積みの世界で、それがトイラーやとた他方如来の中に入っていると、ゆずみの世界ね。そのゆずみの世界は無限に入っているっていうことですね。その如来の遺骨の全てが他方等であるっていう。まあ、これに他方等が出てくることによって、受教を授け終わった全ての内の集合、遺骨の集合体があることによって、受教を授けることによって三次元世界が始まって、無限の三次元世界があって、その、 過去の生後には必ず法華経があって、その中で如来たちは樹教を授けて、その上に塔が立っていると。その塔っていうのは、を開けると全身があるっていうことですね。全ての如来の全身が入っているってことですね。はい。こういう仕組みになって、僕ら全ては完全なる対称性の状態になると。対称性真空っていうものの完成した状態が、樹教を授け終わった如来の遺骨の集合体っていうように定義することによって、 始まりは時期によって生まれたって、宇宙の始まりは時期によって進行の中に生まれたってことがここで示されるんですよ。で、三次元世界が生まれると、その中で過去の如来は第五の死を解きまくってるとそう。この中ですぐ各如来っていうのは時期を授け合ってゆずめの世界を完成させるていんですけど、ええー、それはすなわち、すべての如来の遺骨の集合体、そして時期を授け合ってゆずめの世界を完成した如来はその中に入ると。 とびらいて、まあ、無限のユずズメの世界の如来たちと中の一つに入って、そのすべてが、ユーズメ世界を合わさったものが、えー、授業を授け終わった如来の遺骨の集合体ですね。このようにし、完成された真空が、べてのユずズメの如来の集合体の、えー、遺骨であることを、完成された真空の状態っていうことを定義することによって、授業によって三次元世界が生まれて、そしてその過去には、このお経が必ずあって、 ビッグバンを起こした、えー、ータスたちはこれを学んで、えー、あ、こうやってビッグバンって起こされてるんだ。じゃあ自分も、弟子を取って下らさせて、他方等を呼び寄せて、そして、ユーズメの世界を完成させて、そして、入滅したら、その、全体の遺骨の中に入っちゃおうっていう。こういう仕組みが成り立ってるってことこれが真空の中にある、誕生と維持、三次元世界があって、その中で、ポケを学んで、そして、えー、弟子を取って下らさせて、教皇に連れて,てえー 自分も寿教を授けて、華経を解き明かすと、遺骨とがちゃんとその上に乗って、えー、それがすなわち、そこに入るってことは、すべてのユーズメイの世界の中の一つに入るってことなんですよ。はい。こういう仕組みですね。まあ、むず非常に難しい仕組みを簡単に言っちゃってるんで、あれなんですよ。よく、この仕組みを、えー、吟味して、今言った言葉で吟味して理解すると、まあ、この、何もない真空っていうものが、えー、教を授け終わったすべての狙いの、 えー、ゆうずめやの世界の集合体ということですね。はい。が分かりますとそうすると始まりっていうのは時期によって生み出されて、私たちはこの三次元世界をビッグマンによって菩殺が生み出してきて、過去にいる如来のこの第五の経典の中で、えっ、ー、と如来が弟子たちを下脱させて共和会に連れてって、そして、えー、華を解き明かすことによって、塔はその上に混入されると、そして、えー、時期を授け終わると、えー、ゆうずめやの世界になって、他方と中に、 こういうだけで入ると、それはめる世界の守護体っていうことですね。はい。えー、これが、真空が完成した対称性の状態で、南部洋一郎博士が言った真空なんですよ。なんでこの対称性が自発的に破れたかったら、それは対称性の中に、えー、磁を授けた如来がいたから、三次元世界が生まれて、そこに菩薩たちが行って、自分も如来になろうって、これを読んで気がついて、そして磁気を授けたんで、えー 時期を授けたんで、またさらにみんな生まれて、みんな対象性になったっていう。はい。これが示されることによって、多方島の如来の遺骨の全体が示されることによって、その過去に始まりが呪気によって生み出されて、さらに各世界にいる平如来たちが呪気、えー、を授け終わって、そしてゆずめの世界を完成させて、そのゆずめの世界の無限に入ったのが多方島っていう、こういう定義が成り立つんですよ。ですから、最初に多方島ってものは何かっていう、完成された対象性の進行が、 多宝塔島であって、その中にはすべてのニョの遺骨があると。その遺骨の全体像って何かあったら、過去に樹気を授けて、三次元世界を生み出して、さらにその三次元世界で菩薩たちがいて、それもニョになって、さらにそのニョたちも他で樹気を授けて、みんなもうみんなニョになって、みんなニョになって、ゆずの世界を完成させて、入ったのが多宝塔だって、そのゆずの世界がいっぱい入って無限に入っているのが多宝塔島の遺骨の全体なんですよ。これがまあ、仏、仏,仏法層の 仏の完成した真空。そして、法の始まりは、えー、磁気。まあ、始まりですね、これ。法。そして、僧っていうのは、自ら、えー、磁をもらって、ビッグマンを起こして、三次元世界の中に入っているのは僧で、その人が、えー、弟子たちを減らさせて、三画を作ると、それが僧やですね。ですから、仏法、僧っていう。こういう関係が真空の中には成り立つんです。それが成り立つためには、まず多方等の遺骨の全体像を理解するってことなんですよ。まあ、それはユーズンべえの 世界は集合体ってことですね。はい。ということで、これがまあ模範解答なんですけど、この模範解答を理解させるまでに、皆さんは各世界で弟子たちを5段階に進めていかせないと本当にダメなんですよ。最初はですから簡単な教えからでだんだん難しくして、まあですからこの世界だったら最初は3次元世界っていうのは下脱することによって抜け出て、抜け出ることができるんだと。さらには、えー 消えさせるるここととによって抜け出ることができて僕は、僕はこれから本当の星を解いてあげるからよ、あげますよって言うと、他方塔が現れると。そうするともう他の四子の回収以外は、弟子になっている四種の回収以外はもう全部カットしちゃって、真空の中に作る。そこで樹木を授けるという図面世界が完成して、まあ他方たその日図面の世界の集合体っていうことですね。これが仏、そして法の始まりである時期、そして、えー、その中に、三次元世界に生まれてきた、まあそうですね。そしてその 菩薩である僧が作る、えー、下脱した弟子たちの集まりが、えー、参ってことですね。はい。まあ、この、仏法、僧ですね。まあ、えー、完成と誕生と維持。ね、誕生と維持と消滅ってのは、こういうふうに、真空の中にはこの誕生と維持と消滅、あるいは仏法、僧、父上と精霊と子っていう、この仕組みがあるんですよ。ですから、真空の中にあるこの仏法僧の仕組みを、どんどん考え続けることによって、最初に、あ、なるほどなってきた時が、 如来の悟りなんですよ。はい。その如来の悟りを言葉にしたのが、まあ、各世界にいるポケ教で、そのポケ教の中で、受給を授けてるっていう、その集合体が多方等ってことですね。はい、以上です。どうも。